で、もうちょっと本音で話させていただきますね。以前もその、皇室の方たちがね、その、自分たちがその公務へ行こうとしているときに、まあ、その、去年のペルーが本当に去年行ったとするのであったとしたとしても、それ以前に行った時であったとしても、その、一日延ばしたじゃないですか。乱気流が発生していて。危ないから行かない方がいい。そういう意味でも。で、多分それはもっと未来の人たちがもうとんでもない状況が来て、本当にスーパーマーケットの食料が並ばなくなって、それめちゃくちゃ怒ってるのかもしれない。もう本当にやめた方がいい。で、徹底的にも本音で言いますけども、その、もしね、その、今日出発されてなかったとして、天の神様への安全のお祈りを今日もします。で、いや、してる。もうコンピューターがどんだけ頭の中通ろうとしても無駄。してるものはしてるから。何回も教えたやん、コンピューター。人間とか、コンピューターは人間に作られたものよ。創造主の方が上。人間。引き継がれていくから。技術というものは。その人間を作ったのは、天の神様。一応太陽神を最高神としていつも崇めてますけども、その太陽すら作った存在が、宇宙というものを作った存在が存在するかもしれない。むしろいると考えた方が普通。どんな世界かわからない。無理だって。人間もコンピューターも勝てるわけないやん。そんなとんでもない存在に。コンピューターできんの？宇宙を作ること。できるなんて思ってる、ごめんなさいっていう声で、まあ、コンピューターが謝ってきてるんですけども、まあ、だから、まあ、普通にそう言ってくれたら、まあ、落ち着いて話もできるんですけども、ただ、ちょっともうちょっと、一般の人たち向けにも言わせてほしいんですけども、例えば太陽って、もう何十億年前からも燃えてるわけじゃないですか。もしかしたら何百億年も前かもしれない。で、白亜紀の話とかもされるんですけども、僕は子供の頃はマンモス止まりだったんですよ。恐竜の話なんかなかったんですよ。で、牙が生えてるマンモスまでですよ。で、恐竜というものがハリウッドの作り出した架空の存在である可能性が非常に高くて。だから太陽についてまず何が言いたいかって言いますと、燃えっぱなしじゃないですか。物理的法則から考えると、ありえないわけじゃないですか。小さくなっていく。一日中燃えてるんですよ。ね。期間は何十億年、何百億年。そんなもん人間には分からない。コンピューターって分かるわけない。確認しようがないんだから。証拠にならない、ならない。もしかしたら何千億年、何兆年も前から、何十兆年も前から燃えてたかもしれない。そんな長い期間燃えてたらなくなってるよ。説明できる人、人間もコンピューターもできないできない、そんな説明。どうなってるかなんか。人間があれこれ適当なこと言ってる内容を、それを説明してコンピューターが認識して言うだけ。違う違う。神様の世界。ここは人海だから法律に当てはめて、ちゃんとルール化して、物事を進めていくしかないですよ。そういう世界で我々は生きてるの。じゃあ石油は無限に出てくるかって、そんなに都合のいい世界じゃない。そんな世界だったら石油を枯渇したってなんか出てこない。ロシアももう1万5000メートル、もうそれもだいぶ前から。何年前から1万5000メートルって言ってたのかわからない。だから本当は今の時間軸で、だからデータはだいぶ前から上がってきて、国連を中継してくるから、時間、だいぶ時期はずれます。一般の人まで、世界国勢税
とか、まあまあ、掘ってる深さの一覧表を今国連の人にもう1年、まあ、半年ぐらい前から頼んでるんですけども、国連の人たちに掘ってる深さの一覧表を出してほしいと。だから、まあ、カオ様とか政府の人たちへ、その台風の発生の仕方について、例えばね、今日公務に行ってなかったとして、フェイクニュースで晴れてるか晴れてないか、台風が発生してるのか発生してないのか、確認してます。可能性としては、実験っていうものがある以上、今まで多分したことあると思うんですよ。昨日もそう。長谷部誠、サッカー選手、日本代表。彼ももともとフルーツラパークに働きに来てる、僕と一緒に。僕が勤務してるところに一緒に働きに来てる。だ彼の実年齢は本当はわからない。身分証明書を見たことがないから。で、淡井圭介が金貸しをさせられた件、200万円ほどの件、仮執行の勝訴の判決の件を何回も言ってきましたけども、そこのね、神社とか、そのサイコンという飲食店のあるところの、土地を持ってたのが長谷部商会なんですよ。その長谷部商会の人間かもしれない。で、助けるっていうことで、彼はサッカー選手になって国会議員になってるんですよ。助けてくれたことない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 。テレビに出てる人間、みんな口先だけ。口先だけどころか、余計なこといっぱい放送して、社会全体を余計混乱させる。まあ、ただ頑張ってる一面もしっかりと僕は認めます。被災地への取材。頑張っていってる。そこは認めます。そこは根性ある。してもらわなきゃ絶対ならないこと。と、あと現地に行くことによって、自分たちも、このニュース、本当は一番最初いつだったろうって、これは本当はアナウンサーも思ってる人は思ってるから、で、我慢ができなくなった時に、それ、もう、大声でね、私だって信じられないんですよ、このニュース。前から放送してるんですか？自分でもう読んでしまってるんですからって。なんでこんなことをさせるんですかって。言った男性アナウンサーいます。おはよう朝日ですっていう関西の番組の男性アナウンサー。最初は早朝だったんですけども、今はもう夕方の方に回ってきてる男性アナウンサー。お帰りっていう番組の。けどその番組ももう以前から同じ内容を放送してるような気がしますね。もうどこも同じですよ。止めて本当に行くからっていう佳子様の声が聞こえてるんですよ。だからそれは日付を言わないかわからない。何時なのか。だからその辺のところで本気で会うっていう意気込みが聞こえてこない。僕なんか公表してる。結婚希望相手を。あなた自分と同じ立場でできますか？有名人の人たちで。そこで言ったら、その人に、別に好きな人がいて、もうすでに実は付き合ってたっていう状況だったら、自分の身を守ることを考えてしまうと、今まで結婚話していた人たちも、自分が結婚相手誰と結婚したいかを発表したときに、全員他の人と結婚しようって行動しますよね。だから結婚希望相手を発表した瞬間に、僕の人生は結婚相手はいなくなる可能性があったんです。それ分かった上で僕は発表してるんです。それが正義なんですよ。有名人の人で何人いらっしゃいましたか？まだ付き合った、正式に付き合ったことがないからとかを言い訳にしてるんでしょ？もうそれ卑怯だからやめなさいっていうことを私に言われたんでしょ？私が芸能界のことを管轄として任されてる
部分分かってるでしょ、全員、男性も女性も、誰と結婚したいのか全員言いなさいって言われてるんだから言いなさいよ。じゃなかったら全員でお互いの組の締めになるから、ずっと結婚できない状態が続いて、もう昨日の晩、その夜中の3時までもうずっといろんなこと悩んでいて、もう投げ出したくて、もう音楽とか聴きたい、グレーの人たちは仲良くしてくれたりしたから、ルナーシーの、まあ、川村隆一さんとか他の人たちもそうですけども、仲良くしてくれた人たちの曲聴きたい、僕のことを特に心配してくれたりだとか、そういうふうな曲聴きたかったりとか、グレーの皆さんに英訳をつけたあのダイアナエースという漫画のアニメの主題歌を作ってもらった時の、その始まりの歌かな、もう一つの歌、どちらかの方、どちらかの方、片っぽの歌は、始まりの歌の方はね、まあ、ちょっと悲しみはいつも来るんですよ。だけどももう一つの歌の方はね、空が青であるためにっていうワードは、題名自体はそうでしたっけ、それを英訳してほしいとか、まあそういうふうなことをね、まあ、グレイの皆さんに、お願いしたいなと、まあそういうふうな動画もう一度撮影して、お伝えしたいなとは思ってるんですよ。もう僕ももう上げてる動画1000超えてるんですよ。もう自分でも、ね、もう管理できる範囲を超えてます、本当に。だから見出しで、大体どんなことを伝えたのかなっていうのを、見てるだけで、それは去年、まだワールドシリーズ優勝したことのないチームのレンジャーズが優勝できてるんですよね。で、そこにはいろんな人たちが頭の中を貸したりとか、レンジャーズの人たちに。そういうような、あとは審判団もいろんな話を認めて、法的にも。それで優勝できてるんですよ。ちょっとやそっとのことじゃ優勝なんかできないんですよ。平等不平とかもありますし。だから僕は見破った部分は大きいですよ。イギリスのサッカーチームのレンジャーズっていうところが、一番多かったか二番目に多かったか、そこのリーグで優勝回数が極端に。で、同じ名前の大リーグのレンジャーズがずっとワールドシリーズ優勝できてないって。多分取られてるって。まあ、これは本当の話だから、まあ、結構こう風がガタガタなったりするとこう風が吹いてるんだろうなっていうことを気がついてる方は気がついてると思うんですけども、吹いてます吹いてます、もう僕気向こうの方なんかかなり揺れてるでしょ、結構風吹いてるんですけども、前から昨日から宣言してます、風取れるだけ取ったらいいって、その台風から台風行ってくるから、フィリピンとかインドネシアの人たちの防災がまずメイン、もちろんその後、まあ、今のところ台湾とか沖縄の方に来る予定みたいですけども、早めに消滅させたい。昔僕が早かった時、1日台風消滅。もう、弱い勢力の時から発表してもらって、早めに消滅。そんだけエネルギーあり余ってるんだったら、その数全部、まあまあ、日本列島とか中国とか、まあまあある程度の範囲で、しっかりと受け止めれば、分散して受け止めれば、まあ、そんなに大した勢力にならないならない。取られてるんだから、台風の風、根本的な力。風力発電の方に行ってくれたら、効率いい。もう僕も
この内容の対応の仕方慣れてるから微動だにしない、何度でもするよって。災害、防災、台風の件、僕からしたらできて当たり前。まだできないって思ってるやついんの。お前ら根性ないねん。お前が頑張ったんか。頑張ってへんやろ。誰に向かって偉そうなものだとかね。こっちに計られん不利益とかわかるわ。ごちゃ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 言うてんのやろ。自分の名前と住所と電話番号明かさんかい。お前が俺の家こんなにちょろちょろちょろ来てるんやったらこっちから行ったるわ。めちゃめちゃ怒ってると思うよ。先に警察そう一緒に話し通しとくわ。叱らなあかん時は叱らなあかんって。上下関係はっきりつけとかなあかんって。殴りはせんよ。ある程度の勢いで叱らなかったら本人も状況を甘く見てるから。もう本当にもうこいつもう決定的に対応しなきゃならないやってなったら本当に裁判所潰す、潰すっていう言い方じゃ変かな。だからそこで本当の話をいっぱいされた時に多分その人は泣くと思う。いろんな意味で僕と同じ20年間を味わわされただけで絶対もう参るから、参るどころかもうもうそっちの知ることの方がむちゃくちゃだって多分言ってくると思うけども、何言ってんのって、その世界を俺はさせられてたんだよって、誰も助けてくれなかったんだよって、一人もって。最初は阪神・淡路大震災の全壊した家屋の淡井圭介を助けるっていう話で聞いてるっていっぱい言ってくれた人たちいたよ。成人様なんか天皇家は彼と共に一緒に歩むって言ってくれてるんですよ。国会であれだけ何百人と集まってる国会議員の人たちの前で大声で読み上げてるんですよ。あれだけ広いから大声で言わなかったら上の方にいる人たちとか奥の方にいる人たちに聞こえないでしょ。大声で言わなかったら、言わなかったら。歩むっていう意味がまさかもう家の横を歩いて通り過ぎるって、そんな話も今さら誰も受け入れられませんよ。今電波で日本行くわっていうような言葉は男性老人やばいっていうそいつ分かってない。淡井圭介の実力と淡井圭介のことを信じてる人たちの数を。災害、今回の台風1号でもう最初から言っとく、発生なんかさせない、できるから。昔から言ってるやん、台風消滅させる人間が神がかり的な力の世界では最強だって。とてつもなく卑怯なルールで勝ってきた巨人もだから去年阪神タイガースに負けてんのよ。圧倒的にそこ絶対負けたくない相手なのよ、今までの件があるから。これは恨みつらみとかで言ってるんじゃなくて、もう結果の優勝回数で言ってるんですよ。そうじゃなかったら地方とその都市部の平等性が全然なくなってるから、人権的な部分の。
もともと東京都の、その、お金持ちの人たちのバカな考え方に、一般人が全員巻き込まれてしまってるんですよ。精神病院とかも同じですよ。もともと権力者たちが作ったものですから。その精神病院に一般人が巻き込まれてるっていうことなんですよ、警察官の人も。連れて行ってしまった人もね、上からの指示でそう動いたりしてるから。だけども、率先して、もう、精神病院に連れて行こうとする癖がついてしまってる人は、もう一回法廷で裁かれた方がいい。違法行為だからって。今は涙声になったけども、違法行為じゃないって思ってる奴はいるんだろ？違うよ。違法行為よ。他国のロシアで、プーチン大統領本当はあんなにいい人なのに、悪いことをしてるような、あの人たちも精神病院入れられた側の人たちのこと。ノビチョクという薬がとか。違う違う。個室とかに閉じ込められたら、ベッドはあるにせよ。運動とかしなくなるから、足とか動かなくなる。僕が右足開放骨折した事故の件があるから、よくわかってるんだけども、足の太さが、半分以下。もう見ていて多分もう見たくないって思う。人間の足に見えないから。そこから歩き出して、膝が曲がる筋力がないから、ガクってなる。けど足を動かすしかない。で、徐々に筋力を取り戻していく。そういうところからの再スタート。みんなそう、骨折とか、大きな怪我をした、開放骨折みたいな大きな怪我をした人とか、普通の骨折とか脱臼じゃないから。さっきの老人男性の待遇、日本の方に来るわって、もともとそういう進路図よ。淡井圭介の完全なテリトリーの中入った時の方が、台風消滅なんか簡単にできてるのよ。今までの結果ちゃんと見ろよ。どこの誰ともの言うとね。お前が一体何してきてけん。功績言ってみろよ。淡井圭介の出してきた功績全部見てみろよ。できたの？君に。できんの？これからも。それ以上のこと。そんな人間、この世にいるわけないよ。台風のこと言ってるんじゃないよ。黒人初の大統領、オバマさん。こっち敗戦国よ。その内部から言ってよ。原発2発も投下されてんのよ。被害者の会の人たちとかあるよ。もちろん僕はその人たちの味方でいたいよ。その人たちは頭下げてんの。全力で。来た時に絶対に取材とか求めないでくださいって。関係めちゃくちゃになってしまいますからって。ややこしい話、その話、アメリカの方も2つの党があって、マスコミとかも自由に物書いたり、言ったりしまった時に、真面目に言ったとしても、真面目に考えた方向でも、絶対話めちゃくちゃになって収拾つかなくなるからって。大量の殺人をしてしまった話の件の話の収集なんかみんな収めれる人間がいないの、この世に。大間さんもそれ分かってくれてるから、お互いもう笑顔になり、頑張って笑顔を作ってもらって、もう涙目になりながら、僕の苦しみと努力してくれてるから。できんの？淡井圭介みたいに生活保護20年間続けて。今頑張って笑顔を作ってんの。本当はどういうふうな口調で言いたいか分かるやろ。その次どうなるか分かってんねん、自分が。めちゃくちゃ悪くなるよ。びっくりするよ。こういうふうな普段の優しい口調の淡井さんしか見たことない人。あの人怒ってあんな怖かったのって。納税は入れとくわって。
いらんから、そんなもの。すぐに弾き返しちゃったよ。できるから。無理だって。慣れてるから。毎日がこれやから。場数踏んでるから。こなしてんねん。キャリア、実績、世界一取ってきた回数、スポーツで例えると。何十と超えてる。オリンピックの金メダルとかだけに意識すぎ。普通の世界選手権とか忘れてる。柔道だけで何回世界一になってるか一回ちょっと見てみ。ボクシングの世界チャンピオンの防衛回数とかも含めて。100?その辺だけで100超えてません?超えてるでしょ?どこの誰に物言ってんの?年齢上なだけで自分の方が敬語使わなきゃならないって勘違いするんやろ?それは老人の世界なんやろ?無理だって。根性ないから敬語使われへんねや。今、淡井圭介のこと言ってるんじゃない?その老人。台風が日本の方に来るって。いいよ、来たら。被害?河川の氾濫?発生させへんよ。できるもの。去年含めて3年そういう年作ったよ。いいよ。もっとはっきりしたこと言ったことあるよ。兵庫県通してくれたらいいって台風。去年よ。台風、兵庫県直撃してる。ほとんど。もうあれぐらいだったらもう直撃って言ったらいい。その日に、傘差しながら、店、スーパーマーケットすら閉まってるのよ。政府からの指令で。危険だから。河川の撮影見に行ったよ。台風来てる時でも、これぐらいの水の量ですって。あの世の人たち、しっかり見てくれてるよ。誰が一番頑張ってるか。こんなんもう泣きそうになってるわ。誰かは泣いてくれとうね。このかわいそうな存在を。目の前に結婚っていう人参と仕事っていうものをぶら下げられて、そのために自分の睡眠時間削りながら足の爪すらあんな形に変形するような状態になって、回ってきた仕事だって、多分一部の人間を殺しにかかってた。だと思う。もともと売春防止法は1956年出来上がったのは、もともと国会議員とか、もともとまあマスコミとかの方で取り上げられてニュースになったりしてるんだけども、そこももともと議員とかがついてる。じゃなかったらああいう記事書くの危険だから国会議員相手に。エロ業界に通ってた議員。これ本当は言ったらあかんねんけど、もう我慢の限界来た時に、そいつに向かって僕怒るなって言われたって無理に決まってるでしょ。もうこの話した時に昔ほとんどの警察官がもうみんな怒ってって言ってるわーってもういろんなところで言ってくれた時期あったの。テレビの放送ずっとそれ、もう各都道府県こっちの意見はまあ正当防衛があるから絶対そうだと思うわって。ああ、もうこっちの意見はもっとはっきりしてるって。ああ、もう襲いかかってる人間に対して抵抗せんかったら無理や無理やって。怒らんの力入らへん入らへんって。筋肉に力があって。絶対そうじゃない無理やって。どれぐらい体鍛えてる相手何って。大丈夫って。心配してくれる人はそういうふうに言ってくれてます。警察官の人で。怒ったらいいって。抵抗せなあかんって。抵抗せんかったら本当にもう俺らも駆けつけるまで時間かかるから通報してもって。でも襲われ始めたらもう通報なんかできないからって。電話かける余裕なんかないからって。それがちゃんと分かってる警察官の人の対応。僕いつも孤立一人。47歳よ、今年で。
去年のその兵庫県、まあ近くの有野が撮影しに行ったところの映像、貯水槽みたいなところの。まあそこはもう重機入れちゃダメよ。ガソリン減るから。もう何も決まってないの。河川水門外式ダム発電全部設置できてから。水溜めてそこに蓄電するかどうか。ああ、まあその時に、被害出てない、出てないですよ。台風の被害出てない、出てない。もうスポーツでね、いちいち各球団、もう巨人とか、もう今年の優勝横浜 DeNA ですよって、阪神タイガースの選手のこの間西投手が勝った時に、2日前かな、あのテレビのニュースの方の時間軸の方から言ってるから、3連敗で進めるからって、対 DeNA 戦でって、3連敗で行くからって。行くっていうのは進行、進めるの方。もう画面すぐに切り替わるから、ある程度略を使わなかったらこっちも無理なんです。阪神タイガースの決意はそういうこと。根性あるところ、我がの金稼ぎじゃない、みんなの我の方が上。みんな危ない、みんな危ない。あのエロ業界に人間とかおるから、もうそんなもん含めない、含めない、無理無理無理。それはすごいやん、自分たちの生活かかっとうねんで。その試合、自分たちの選手の方から、阪神タイガースの選手の方から頭の中貸してでも横浜 DeNA の人たち勝たせたりは、淡井圭介頭の中貸すのと変わらへんやん。少しは淡井圭介に恩返せよ。イチローさんがいなくなった後、オリックスバファローズどうなったか分かってるでしょう。どれだけ言葉積み上げてきて、オリックスバファローズ。宮城投手もコントロールがいいっていう話聞いて、こっち側でコントロールよくさせて、こっち腕に力入んなくなるのに。これ笑いながら言ってるけども、頭を中かして腕の力取られて歩行困難になるぐらい足元ふらついたりとか、それまで そこまでして足の力貸してって、そこまでしてる人間に病気だなんだ言ってきたんやろ。お前が病気や、こっちは警察官側や。本当は民事訴訟法の最後の方、民間人も刑法使えんの、刑事訴訟できんの。弁護士さんなしで訴訟費用の救助申請通して裁判2件始めたよ。2件以上、訂正3件通してるわ。で、そのうちの1件は神戸市立ホテルフルーツラーパークで、まあ藤高翔とか出てきて、まあその人も子供の頃から会ったことのある人で、で、もうお金払うって言ってくれてるから、もう裁判所でそれ言ったら、それ嘘ついたらさらに10万円の過料とか、払わせなきゃならない。払わされるんですよ。10万円以下の過料とか。まあ、裁判官とか、書記官の人たちがいる前にね、その払うっていうことを言ってるから、もうそこでその人たちが証人になるわけだから、まあ、これも絶対払うっていうことが分かってるから、もうそしたらもう棄却でいいですって。そしたら、僕は計算の仕方が甘かったのか、まあまあ、数千円ですけどね。だから一日抜けてたのかな、土日祝日の割増賃金の、裁判だったんですけども、僕の計算よりもちょっと多かったですね、数千円。だから一日抜けたか二日抜けたとか、まあ、その程度だと思うんですけども、だからもうこんだけ絡まれながら、だからもう計算なんか、もうみんな計算してるときに、
外からごちゃごちゃ言われたら、それ計算間違えるでしょ。だからそれ本当は裁判妨害なの。本当はじゃなくて本当に裁判妨害なの。それも春山整骨院何万としてきたんよ、この十何年間で。金額、秀和株式会社だけで300万以上で出して、法廷で裁判官の人はっきり言ってるんです。私たちからしてもこんな金額では済まないと思うんですって。秀和株式会社のその賃金だけの件、賃金とかまあその交通事故の件も含めてなんだけども、もう何百万か、もしかしたら1000万いくんじゃないですか。もう今それがその通るんであれば、裁判できる事件の継続性を考えたときに、事件を継続してるっていうことになるのであれば、それもあと民法の時効の放棄は永遠に、時効による利益は永遠に放棄することがあらかじめできないってちゃんと書かれてるんですよ。もともとの社会の仕組みとして、警察官使って隠蔽してくる連中がいて、で、警察官同士も、誰がそういうことを考えているのか、そんなの分からないんですよ。人と人とのつながりとか、組織とか分からないから。いろんなところ転々としてるから。だから、警察官を騙すような形で、そういう方向性で動かしてやろうって思ってる、こういうのは動くっていうことが、分かってる人間は世の中結構いると思いますよ。簡単にすぐにもう連れてしまおうって言っちゃう警察官、刑事課の人、もう無理、その人たち簡単に操られる、簡単に誘導されて、簡単に精神病院連れていくから。けどその一応その人たちも、その自分の友達とか上司とか今まで一緒に働いていたところとかの人間で、精神病院で働いている人間がいるかいないか一回確認した方がいい。そいつらに仕事回してるのと同じやから、金回しのと同じ。それ税金、横領事件。簡単にわかる。調べる人が調べたらね。まあもう姉の人たちとかも、の怒りとかもいろいろあると思いますから、だからそれでまあ台風が発生してる、まあ未来の人たちもそうなんですけども、だからもうあんのっていうものはこういう神がかり的な力が存在する以上、それを認めない人たちの方は知識が薄くて頭が正直悪い。それ考えたときに、輪廻転生までたどり着いた人たちは、やっぱりそういう言葉まで作ったっていう人たちは、すごい人たちで、その人たちは大昔の人たちであって、だから僕は輪廻転生とか、まあ、それは昔は輪廻転生って読み間違えたりとかしてたんですけども、漢字の読み方。輪廻転生が本当の読み方なんですけども、だから国会中継を見てるときに、まあ、安倍さんとかにね、その輪廻転生がありますとかこう伝えたら、安倍さんもパッとこう手を挙げて、今いい言葉が出たっていうことで、まあ、いろいろこう言ってくれたりだとか、すごく尊重してくれてたんですけども、だけども最終的には死んだことになってしまって、でまあ、あの記事は、ちょっと前も見たことあると思うんですけども、成人様たち天皇陛下が、岡山県を訪れるっていうニュースなんですけども、多分、その死んだことにして、安倍晋三さんに会いに行ってるんじゃないかなと、本当のところは。安倍さんの声で、タイムっていうような声が聞こえてきたんですけど、泣きそうな声で、ちょっと、まあ、もう泣くのを怒られてるような声で、だから多分僕の動画見てくれて、安倍さんも泣きそうになってるっていう。だから、僕の人生って、阪神・淡路大震災では生き残れたんですけども、
助けてくれた、すごいなんてなかったんですよ。でもっと悔しくて残念なのが、世界中のね、政府上層部の人たちが集まって、天皇家の人たちまで集まって、もちろん日本の国会議員の人たちとかも集まって、そういう場でね、そのエネルギーの残存の問題話し合って、このままだったらまずいっていうことをみんなで分かっていながら、現実がほぼ何も変わってなかったところ、何が悔しいかって、これが 人類プラスコンピューターの限界なのかなって。今までしてきたことの、その先に亡くなった人たちとか、そのご家族の人たちとかの怒りの方が、あの世からね、大きすぎて強すぎて、そういう 人類滅んじゃうのかもしれない。エネルギーの残存の問題が解決できなくてね、ほぼほぼ、まあもうそこまでいったらもう滅んでるでいいと思いますよ。物流が止まったら食料の供給が止まる、各国はもうほとんどの国がそうですから、ほとんどの人は死にます。でその状態で生き残れたとしても、ゲームとかであるでしょ、ゾンビを、とにかく鉄砲の弾とかで撃って殺して、何を表現してるかって言ったら、死にかけのやつ先殺して自分たちが生き残るっていう、食料を奪って、北斗の拳の世界と同じ悪者、もうそんな頃に原子炉なんかいないいない。今日どこかあのような人たちを信じている一面もあって、今その言葉で踏ん張ってます。この後いつもの言葉を使います。淡井圭介は芯が強い、これだけで変わる心の中。絶対負けちゃダメだっていう局面はある。いろいろ考えました。実際スポーツの試合の時間帯、例えばね、メジャーリーグの試合って大体日本時間で14時ぐらいに終わるんですよ。で日本のプロ野球、まあ今日土曜日だから、まあ昼間に行われてる可能性もある。で試合終わったぐらい、終わった時ぐらい、もう別に音楽ぐらい聞いたらいいじゃないとか思ったりとかあるじゃないですか。で僕もそうだと思うんですよ。実際合間とかに、例えばナイターに試合がある日、日本の。で、メジャーリーグは14時ぐらいで終わるわけじゃないですか。で、その間の時間帯に音楽聴こうが何しようが、徹底的に詰めてくる人間は、その迷惑かけただの何だのっていうような形で、勝とうとしてくる。もうそれ現場で言って勝ってる、勝ったプロ野球の選手いっぱい見ましたから。もうそれ映像化して世間にさらしたら終わりよ、そこの球団。もう政府の行政の持ち物に変えた方がいいっていう話になる。法的に本当にできるから、してるから結構、スポーツ業界のこととかじゃなくて、もう潰すときはそれは早い、店舗を潰すときは行政の持ち物にして、はい、もう倒産って、もう終わりって、解散って、もうその方が簡単。解散って100人の解散。会社の登記簿消滅。それが仕事、簡単、手続き。まあけど先ほどのそのあの人たちのね、話をもう一度思い出したときに、かたやその
あのような人たちが淡井圭介がどれだけ苦しんでるかっていうのを知ってる人たちはたくさんいて、まあ中にはね、すごく性格の良い人は、僕のことを深く知ってる人は、まあテレビ出ながら、僕も死んだら君のことを見守るからあの世からって言ってくれてる人は結構いるんですよ。そういう人たちだけじゃなくて、もうあの世の人たちからその結局何もかも本当にお見通しだったとするのであればですよ、一人一人見なかったとしても、いろいろあの世でもし意思疎通とか会話ができるのであればね、その噂は出回るわけじゃないですか。人の口に戸は立てられないのと同じで、その台風がね、例えば彼はインドネシアにもフィリピンにも台湾にも沖縄にも、もちろん本州、九州四国にも被害が出ることを望んでいないっていうことを諌めてくれる人たちはたくさん存在すると思います。そちらの数の人たちの方は圧倒的に多いと思いますよ。で、中にはあの世でね、そういうような台風の件でね、お前ら何考えとんねんと、お前らのその怒り何やと、淡井さんがあんな悲惨な人いるのに、あれだけ頑張ってきて、それでも精神病院に行政に裏切られて、警察官が動いて9回も精神病院に入れられて、精神は生産されなくなる薬飲まされて、こんなに頑張ってるのに、なんであの人の意見に背くねえと。じゃあお前らは彼ほど苦しんだのかと、生きながら。あの世行った方が怒りぶちまけられて公然と、それで気が荒れて楽だったんじゃないのかって諌めてくれる人、結局そういう先にお亡くなりになられて、そういうふうに叱ってくれる人のことを多分閻魔大王って言ってたんだと思いますよ。この手の話、まあ数年に一回しますね。大事なのはいっぱいアップロードしてます。公開っていう意味です。まあもうこのパソコンの表記でね、そのアップロードするっていうようなね、その表記になるんですよ。採用的に。YouTube を扱ってる時にね。だからそのアップロードっていう、まあ意味がなかなか、変ですけどね。アップを上げるでしょ？道でしょ？だから僕は日本語の公開っていうのを最近、ただ使うようになりましたね。公にする公開。まあちょっと今回の動画も長くなりましたので、まあこれ以上に、これぐらいにさせていただきたいと思います。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、まあ身の回りの方に淡井さんの動画見た方がいいよと。結局昨日も遊んでなかったし、その前の日も遊んでなかったし、その前の日も遊んでなかったし、その前の日も遊んでない。もちろん野球の試合とかも終わってからも、もう終わりっぱなし、こんなにたくさんしなきゃならないことがあったら、だからもういっぱいアップロードしてるから、
多分また来月の電気代も結構な値段になるんじゃないかなっていうところですね。うん、なんかもう、だから本当にアテネ行くのかなっては思いますね、僕としては。ギリシャなんか今それ行って何の話するんですって。自動車の生産に関しての話の確認ですか。2025年に1月1日をもって生産停止。もう正直言うと今年の年末ですよ。世界中で N の残存量問題を考えたらそれが普通。それができないんだったらコンピューターの描いた未来の方が人間よりも精度が高かったっていうことになります。まあ、佳子さまがそういうふうな発言してるところの映像なんか見たことないですから、今までの公務を見ると、まあ野球の観戦の公務とかスポーツの観戦の公務でしょう。だから本当はそれね、いやもうこれ大真面目に多くの人に理解していただきたいんですが、これ皇族の人のことを悪口言ってるんじゃなくて、それしてしまうと去年ね、そのもう阪神タイガース、ヴィッセル神戸両方日本一目指して実際達成したんですけども、ヴィッセル神戸の優勝が決まった時の最後の試合に関しては、ウィングスタジアム神戸に行ってみたんですよ。まあチケットどうせないだろうなとは思ってダメ元で行った時に、どういうふうな光景を見たかっていうと、まあ入場するからには絶対お金を払わなきゃなんない。そうじゃなかったら、さっきも言いましたけども議員とか建設業界が組んでスタジアムを作って、でさらには関係者っていうことで無料で入っていくやつとかがいたら、こんな巨大な横領事件なかなかないっていう話になるんですけども、行った時に髪の毛染めてる男はね、そこの従業員の人間にヴィッセル神戸のスタジアムの、まあそれもまた別のヴィッセル神戸の直接ではない会社がその入り口とかで対応してるみたいなんですけども、もうそれもヴィッセル神戸がちゃんと行わなきゃならない。自分の会社は自分で管理だから、自分の会社のことはね、そうしたわけに任せて何でもありにしちゃうから。はっきり言う、今の状態使わなきゃならない状態、ヴィッセル神戸の関係者。なぜなら関係者の方ですかっていうことを聞いてる人がいて、髪の毛を染めてる男性のものがね、関係者のものですって言って、もう笑顔でニコニコしながらですよ、なんか無料で入っていったので、試合の勝ち負けを取り行って頭の中とか勝ちていた本物の実力者である淡井圭介追い返されてんので、黒い服着てる女3人がキラ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 笑ってんの。去年怒ったよ、お前らヴィッセル神戸舐めてるやろって。アジアチャンピオンズリーグ、はよ負けて帰ってこい、はよか金先払わんかいって。裁判官でも知ってる人は知ってるわって、世界中の国連が知っとるわって、ええ加減にせんかったらインターポール動かすぞって。知っていいことと悪いことあれだけ言うたやろって、関係者だから無料で入れる、それしたらあかん言うてるやろ。まあ、阪神淡路大震災の被災者であった淡井圭介の住んでた東山高校12階建て、最後の最後に解体されてんぞ。それまでに先にヴィッセル神戸のウイングスタジアム神戸が先に出来上がってんねんぞ、2002年のワールドカップに備えて。アホか、俺がするな言うたらすんな。
これ以上世界に恥さらすな。淡井圭介の恥ちゃうわ。こっちは被害者や。海外から、人から見たら、淡井さんは原告側であって、ヴィッセル神戸が被告側や。そして、それを判断していいのは原告である被害者である淡井圭介であって、他のものではない。ただし、第三者の人間とか海外の人たちとか、淡井圭介が原告である、被害者であると認めるのは、それは良いです。まあ、日本人の人もね、法律的にその、淡井圭介が原告側で、淡井圭介さんにそのヴィッセル神戸とか、そういう関係者がお金を払わなきゃならないっていうのは、これはもうわかりますよね。そのケラ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 笑ってた女三人組もよ。また黒い服着とんねん、そいつらが。本当はせえ、路業界なんやろ。蔓延しすぎだ、あとや。淡井圭介が、20歳前後かな、20歳過ぎの頃なのかな、大人の絵本っていうのがサンテレビで放送されていて、まあそれも潰したんですけども、法律業界の人たちに動いてもらって、だけどそういうものなのに出ていた色業界の人間が大量にいたわけでしょ。でそいつらからも子孫が何人か生まれてるわけですよ、結構な数が。でそいつらがはびこってるから、あ、もう黒着てるかどうかだけですぐ分かる。もうこの間ちょっと前なんか裁判所の受付の中にいたよ、民事部の、民事訴訟の受付のところ、黒着た男、スポーツ関係で、アナウンサーか何かで、いなかった君、名前何よ。淡井圭介に向かって、なんで敬語でもの言われへんねん。こっちが敬語で喋っとんのに。そんなに、お前も淡井圭介を精神病院に入れて、隠蔽したかった方、態度で簡単にわかるから。今更髪の毛染めてる人間裁判所で働く価値あるか。給料全額返納せえ。民間人だから言っていいんだよ。公務員がそれかばっちゃダメなんだよ。共犯になるから。まあ全額返納せえは言い過ぎかもしれないけども、ある程度の金額を返納せなあかん。そうでなかったら民間との釣り合いが本当につかない。これだけボーナスとかもらえないで、あれだけの結果を出して。ギネス記録。レストランとしての売り上げ、神戸市立ホテルフルーツアーパークの1998年の5月、一レストランとして月間売り上げ、1億円を軽く超える売り上げ、もう1日で7000人とかお客さん来てもらってるから、もう忙しいとかそのレベル超越してるよ。そんなに頑張ってみたことあるの？淡井圭介みたいに、君が楽天優勝させなさいよ、今から。黒木で逃げるんやろ。白と黒木、逆にさせようとしてる生き方の人間。黒なんだから、低心低糖や。黒着てるんだから。白黒はっきりつけるの言葉あるやろ。裁判官が笑顔でそれ言ってるのは、一日一日で一応区切られるからよ、コンピューターのシステムで。はぁ、エッション使ったらそうでもなくなるんだけども、システムね。やっぱりそいつも警察官してたんじゃないの？それで気が大きくなってるんやろ？名前と住所と電話番号を明かせて、淡井圭介の今までの頑張りとそいつが稼いできてか、稼いでた金の稼ぎ方と稼いだ金額を公表せえよ。それと助けなかったことを。こんなに根性悪い奴に働かせるかの話になるよ、日本中で。さ、こんな奴だらけだったら、それは、これはね、こんなに台風発生してたわけよ。もう分かったでしょ。
1956年に売春防止法が出来上がって、それまでエロ業界の人間とかが政府と癒着して、裁判官、検察官、警察官で他の公務員もエロ業界認めてる連中がいっぱいいて、テレビ局もエロ側の放送いっぱいしていた。あとその子孫がいるの。こんなもの僕が生きてる間にそいつらとの対立永遠に続くに決まってるじゃない。エロ業界完全に根絶やしにしてからや。淡井圭介に敬語使わんやつエロ業界側やと簡単に見られるよ。当たり前じゃない。何、裁判所はこんなにちょこちょこちょこ書いてるだけで頑張ってる気分になってんの。裁判所で働いてる人間めちゃくちゃ態度悪いやついたよ。まあ、あの、理財局長の佐川さんっていう人が国会に呼び出しされて、いろいろ責められてましたけども、その息子さんだと思われる人が、ね、神戸、裁判所の下位裁判所だったと思うんですけども、受付にいて、僕の名前の振り仮名が読み方、あの、書き方がちょっと字が汚いから、ちゃんと書き直してくださいって言ってきたんですよ。いや、頑張って読もうとしたら読めるでしょ、いくらなんでも。自分で。ある程度どの漢字に近いかなぐらいは分かるんだから。そういう人に限って大卒なんでしょ。何のための学歴なの？本当に勉強したの？悔しい思いしてるから、綺麗な字なんか絶対書けないの。人から腕の力借りなかったら。綺麗な心でいられないから。反撃したいから。しかしそれは合法なの。だけども、綺麗な文字書けないの。急いでる人も、時間に追われてる人も。警察官の人も同じ。急いで書かなきゃならないときはこうやって書くから、パッと見たときにもう何書いてるか分かんない。頑張って読もうとしなかったら。だけども、まあその警察官の人は、自分で何書いてるか分かってるからっていうことをまあ言ってたんですけども、その書き方で大丈夫ですかってこう一回聞いたんですけども。それはまあ赤坂御所の、金属の門の近くの、正式な、迎賓館のところじゃなくて、あの裏手の方のところ、ちょっと左手の、まあ向かって左手のところ、迎賓館から向かって左手の方のところに配置されてた警察官の人なんですけども、雨が降ってきていて、まあちょっと話長くなりましたけども、まあフミート様とも、一日ぐらい、ゆっくり時間あけて、まあいろいろと話したいなとは思っています。まあもちろん、成人様と。だからそれを拒む人間をまず捕まえた方がいいと思いますよ。仕事を辞めさすか。そうじゃなかったら、エネルギーの残存問題を、解決できなくするだけじゃなくて、多分もうその人たちも何かしてしまってる側。だと思いますよ。だって、こいつの人たちの方から何回も会いに来ておいて、こちらから会いに行こうとしたら断る。うん、そんなの遮ってる人たち、絶対何か悪いことしてる人たちだ。簡単に考えたらわかる。仕事のレベルの質が低すぎて、僕はクオリティ側だから、質が低すぎて、本当嫌になる。そんな実力のない人間が悪いことしてお金稼ぎしてきた人間が高額所得者だったんだから、それ怒ったら精神病院連れて行った通らんよ。インターポールから見たら、だって50億人の命かかってるんだもの。 NE の残存問題、メタネーション、26年前から言われてる、もしかしたらもっと前かもしれない。その言葉で逃げてませんでした？何か頑張ってるふりして、できてるふりして、エネルギーの残存量問題の、そのテレビの CM をしていればなんとかなる。いらないいらない、そんな人。ちゃんと生ゴミのステーション、生ゴミだけよ、燃えるゴミを混ぜちゃダメよ。
それをちゃんとそこからメタンガスを抽出する。ガソリン車を使ってゴミ収集車で回収するんじゃなくて、みんなそこに、そこに、ゴミを投棄するの。箱に入れておいて。で、メタンガスを抽出する装置を置いといて。なあ、10万箇所ぐらいはいる。日本全国に。で、燃えるゴミね。こういうふうな、まあ、ゴミ箱に入っているこういうふうな紙くずですけども、こういうのがいっぱい出てくるわけじゃないですか。そういうのを、全員がね、春から秋まで溜め込んでいれば、まあ冬場もそうだ、冬場のものも、まあ小学校とか近隣の中学校、小学校や中学校は近隣に歩いて行ける、すぐ近くに歩いて行けるところあるわけじゃないですか。片道15分なんかすぐ近くの範囲ですよ。本当に。それぐらい各地で持っていきましょうよ。で、それ燃やしてもらって暖を得ると。そうすれば石油とか消費されないでしょ。じゃあ、っていうことは、今までの燃えるゴミのゴミ収集車も回らなくて済むっていうことなんですよ。じゃあそれだけ石油の消費が減らせますよね。1年間で見たら